여친 남친 잘 지내셨어요? 연정입니다. 今日は 皆さんと 水キムチ 作ります。 韓国の 水キムチは また数え切れないぐらい あるかもしれないですけど その中で 一番定番なのは トンチミあります。 トンチミは 冬の 水キムチですけれども 夏とかにもよく食べていて 私と一緒に作った その簡単 トンチミは 焼肉とかでも定番で出てますね。 あともう一個の代表的なものが小松菜水キムチです。夏には欠かせずどこの家にもあります。その水キムチにそうめんに入れて食べたり、冷麺の上にトッピングして食べたり、あとビビンバしてもよく食べますね。あとキャベツの水キムチとか、ナバキムチといって大根人参とかいろんな彩りの野菜入れる秋の水キムチも定番です。 その中で今日作る水キムチは新世代の、そうですね、時代に合わせていろんな野菜が韓国に入るようになってから新しい野菜で作った新しい感覚の水キムチです。その水キムチはチンゲン菜水キムチです。皆さんチンゲン菜で水キムチって聞くだけで新鮮でしょ。これで皆さんもう一個のチンゲン菜の料理増えましたよ。チンゲン菜は言うこともなくそのシャキシャキの食感もいいんですけれども、優しくほんのり出てくるチンゲン菜の香りで夏バテとか食欲がない時にとっても助かる水キムチです。チンゲン菜の魅力をそのまま残しながらさっぱりしながらもフレッシュな水キムチの汁がまた絶妙なバランスをとってくれます。じゃあ早速チンゲン菜の水キムチ、 これから新しい味出会いに行きましょう。クローンパプリカよ。じゃーん、今日の材料です。こんなにハンサムなチンゲン菜がなんと4つも入って100円で即売したので、今日はもうチンゲン菜の水キムチ作ろうと。それで一緒に大根も買ってパプリカも買ってきました。じゃあ始めます。じゃあチンゲン菜は 皆さんカットしてから塩漬けして洗いましょう。なので半分でいいと思う。ああ、見るだけで気持ちいい。4個にまんべんなくかけてみますね。葉っぱとかはいらない。皆さん、ここだけこのぐらい3本指ちゃんと持って適当に中に入ればいい。で2回このぐらいでここしないすぐしんなりなるもん。ここだけね。 白菜キムチと一緒でしょ。みんな基本は一緒。こうにかけたらこのぐらい残った。あ、こう見たら大さじ1/2だけ使いましたね。じゃあチンゲン菜こうに塩漬け終わったらしっかり1時間塩漬けします。意外とねチンゲン菜って頑固で塩がそんなに早く入りません。焦らず1時間後ね。じゃあ大根、大根これちょっと多いですね。チンゲン菜4つなんで、このぐらい使おう。 じゃあこれはこうに切ってもいいですし、このまま切ってもいいけど、私はまずここを平らにするために、そしたら切りやすいでしょ。ちょっと太めにします。シャキシャキ感とか歯ごたえ大事ですので、こんな太い感じでいきましょうね。また 0.5、0.6ぐらいに太めに、この食感がまた食べたくなりますから。大根？ 大根塩漬けしない。大根の汁が出たらその香りもいいですから。パプリカ、パプリカはね水キムチには飾りでよく使うけど、今日はおしゃれに色をつけるために使いましょう。韓国も赤唐辛子を今みたいにカットして昆布だしとよくおろして入れると、唐辛子粉だけ入れるよりスープがさっぱりしていいんですけど、日本はあんまり赤唐辛子ないし、あっても 高いじゃないですか。ほんのり甘みもあってパプリカの風味もとってもいいので、種、私種入れます。なので、おろすので適当にカット。捨てるところ本当にこれだけ。パプリカに水適当でいいけど、また適当って言ったら不安でしょ。うん、50入れました。じゃあこれを細かくやります。しっかりおろして、もちろんここに皆さん ジャラジャラしてるけど、これでいいの。韓国と一緒。キムチのり作ります。じゃあ水100、あと超新粉、超新粉がいいです。ない方は小麦粉でも OK。 入れてください。あ、ここに溶かしたら火つけます。
こういうキムチ海苔入れるのは皆さん発酵もしますし、発酵した乳酸菌とかの餌にもなるんです。なので必ず入れましょうね。あと水キムチの独特の汁の質になりますので、キムチ海苔がない水キムチはちょっと想像がつかない。あ、沸騰してきた。上新粉火通ってるので、ふわっと沸騰しなくてもいい。このぐらいでもキムチ海苔完成。これ冷凍してもいいですからね。カクテギ、白菜キムチ、何でも使えます。水キムチの汁作りますけれども、今日簡単に水でやります。なのでこういう化学調味料無添加の昆布だし、これ好きなので、いつも水キムチの時これ紹介してるでしょ。今日1リットルだけど1本で十分でしょう。で水入れます。そこにもう大根も今から入れちゃう。シュッシュッ。皆さんこんないい色、いいね。でもちょっとピリ辛したいので、細かい粉末用の唐辛子粉も入れます。唐辛子粉も邪魔にならないように、こういう麦茶のティーパック使うといいですよ。ここに普通水キムチってスライスの生姜、スライスのニンニク入りますけど、うち全部おろししかないので、おろしここに入れちゃう。このまま入れるとスープが汚いんです。ニンニクいつもおろして凝らしてあるもの、ピューンと。水キムチはむせながら食べる辛いキムチじゃないので、今日大さじ1だけここ一緒に入れます。締めていただいて、このまま入れましょうよ。それで発酵したらこれピューンと足すと、ずっと綺麗な味の水キムチ食べれますよ。キムチ海苔ちょっと温かくても冷たい水に入れるからいいよね。3個バッチリ入れます。ここにもね、ほぼ終わりだよ皆さん。塩と甘さだけちょっと入れればいいの。甘くするものじゃなく、塩味をがっちり決めていきますね。じゃあ甘さは梅の絵あるでしょ、梅エキス入れるといいです。これも自家製の梅エキス、韓国の通販サイトでこういう 100% の梅エキス売ってますので、こういうのを買うといいですね。酢の物とか炒め物とかナムルとかでもよく使ってます。ない方はね、一番おすすめしたいのがオリゴ糖、癖がない甘さが出るので水キムチにぴったりです。あとパルスイ糖を使う方も多いです。韓国はただただ砂糖だけは味ね、砂糖はこれがとろっとろなって、水キムチの本来の良さを全部なくしちゃうんです。じゃあ甘くするものじゃなく、塩の角をちょっと取ってまろやかにするので、梅エキス1。じゃあここに塩かっちり入れます。大さじ1まじゃ入ります。大根からも水出る、チンゲン菜も水出る。なのでしっかりした塩味、ちょっと濃いなぐらいの方が、皆さん発酵したら、あーお腹がすっきりというの、うまい汁に変わります。飲んでみます。大さじ1で飲みやすい。私の動画見ながら今と同じくやって、あ本当だ今なら飲みやすいってわかると思います。3分の2ぐらい入れちゃいます。おしっかりした塩味、この状態で皆さん飲むと、ちょっと昆布のだしの風味が塩味と一緒に出てきて、甘みは完全に消えて、塩味が、あ、ちょっと濃いな、ちょっとしょっぱいなになるけど、これが正解です。もしかしたら発酵したら、お、ちょっと薄くなったなと思うかもしれない。その時には迷わず塩またフリフリして、好きな塩加減に合わせていいんですよ。作ったから触らないじゃなく、どんどん変えていいですから。今のところここもグーッと。じゃーん、ちょうど1時間なりました。1時間になっても皆さんそこまで柔らかくなってないです。ある程度弾力がありながらも、ちょっと優しい性格になってるねーというのくらいなんですけど、それがいいの。水キムチの汁につけてて発酵しながら、チンゲン菜のシャキシャキ感と香りはずっと残したいので、もう洗ってきます。じゃあチンゲン菜、皆さんここだけこうに塩気がなくなるようにやってくれればいいです。これ1枚ずつこうに剥がしながらやって、ここピンポキン折れないように気をつけましょうね。また水溜めてもう1回だけやろう。でもここに溜まったらもうここでゆすぎながら、揺れ揺れしながら、これで終わり。今のようにさっと水だけ切ればいいですよ。葉っぱとか絞らなくていい。水キムチの汁にポーンと入りますから。
じゃあまずチンゲン菜ここに入れましょう。また逆になるべく平らになるように。美味しそうでしょ。そしたらこれをジャジャジャ。大根はできれば中に入れるようにしましょう。これもちゃんと発酵するまでは中で。もうちょっとピリ辛したい方は唐辛子粉入れていいですからね。あ、これちょっと照ってるな。そしたらちょっとここにしましょう。やっぱり芯もしっかりなってほしいから。1日ぐらい腸に置いて発酵ができるまで待っててみましょう。すごい暑い真夏とかはやっぱり夜寝る前には冷蔵庫に入れて、次の日もう一回足すことになっても一晩ずっと置くのはちょっと危険かな。あまりも酸っぱくなるとそれも寂しいじゃん。ちょうどいい酸味が出るおしゃれなチンゲンサイキムチ、これから楽しみですね。じゃあ箱できたらまた来ます。その時見ましょう。次の日です。なんか開けた瞬間皆さんふわっとね、少し酸味発酵してるなというの香りきっとわかると思います。たまにはねこの辺に泡が何個かポンポン出ますけれども、今日は出てないです。だけど匂いでも発酵始まりましたってわかるんです。あ、チンゲン菜も、まあ、美味しくなってきましたね。柔らすぎず硬すぎずベストですね。じゃあこれは皆さんちょっと発酵してきたのでこのまま入れといてもいいけど、私は最後までさっぱりして食べたいのでキュッキュしてから捨ててきます。じゃあちょっとね味見しますね。あー美味しい。皆さん塩感じがね、昨日はややちょっとしょっぱかったけど今ちょっと薄いぐらいです。そのぐらい水が出てきましたし、ちょうどいい酸味です。優しい酸味でした。なのでちょっとね塩感じがすごくまろやかになってきます。ちょうどいい味です。このチンゲン菜の水キムチ、まずレシピ通りに塩の3分の2の感じもちゃんと映像で出てますので、そこちょっと止めていただいて、そういう感じで入れてみてくださいね。チンゲン菜美味しく食べるようになってたら多分10日間ぐらいは美味しく食べます。これからは冷蔵庫に入れて冷やして冷たいチンゲン菜水キムチ召し上がってくださいね。もちろん今日から盛り付ける時にはちょっとここ3等分ぐらい、こういうふうに3等分してから裂いてください。キムチはこういうふうに裂いた方が美味しいですよ。ちょっと盛り付けてみましょう。じゃあまずスープから召し上がってくださいね。冷たいスープをごくんごくん飲むと一日体にこもった熱がスーッと下がっていくと思います。そしてチンゲン菜を一株バクッと大口で召し上がると、そのチンゲン菜の香りとあとみずみずしいシャキシャキ感で、あー今日もお疲れ様って自分に言いたくなるんじゃないですか。あともう一つ、韓国はよく水キムチにはいろんな夏、ひまわり種とか松の実とかいろんな夏類を乗せて一緒に食べてます。どうですか。肌もツルツルになりそうじゃない。体の底からきれいにするキムチ食生活、これからずっと続けていきましょうね。最後までありがとうございます。次回ももっと健康になる韓国料理一緒に作りましょう。またすぐ来ますね。クロアニョンよ。